はい、皆さんこんにちは。愛の選手でございます。さあ、というわけで今日は何をやってるかっていうと、歌尾さん主催のゴリラカート8に出てますね。歌尾さんとは違う部屋になっちゃったんですけど、このゴリゾエくんと、これ多分ハンメさんだよね。ハンメさんと、なんと人外お茶ナイトさんも参加してるというね。まさかあなたが、なぜこんなところにっていう感じなんですけど、お茶さんもいるんで、ちょっとこれはちょっと厳しい展開。まあ今のところ、ちょうど半分経過しましたね。半分経過したところでレース。こんな感じですね。俺がゴリゾエくんの下につけてて、俺の下にハンメさんがいる感じかな。お茶ナイトさんだけ一つだけ、なんか一人だけ53とかいうの、桁違い取ってますけど。さあ、ゴリラカート行ってみましょう。さあ、レースは後半戦です。はーい。見てください。この左に並んだゴリラ。ゴリラのケツの数。あと、うおい。もうカオスですよね。もう動物園ですよ、完全に。皆さん、完全に動物園ですからね。ゴリラの遺跡観光みたいになってますからね、これ。やばいっすよ。地図もそろそろね、ゴリラまみれと。もう誰が誰だかわからない。この地図の意味を果たしていないと。順位の意味を果たしてないと。さあ、チーム戦ですね。川添くんだけ長外れですね。お茶さんは、幸い俺と同じ赤チーム。半目さんも赤なのかな。よかったんですけど、ゴリゾエくんだけぼっちですね。ゴリゾエくんだけかわいそうですね、ぼっち。ま、ぼっちがお似合いですよ、ゴリゾエ。あー、ゴリラの悲しき修正。よしよしよし。潰していく。多分仲間だったな。赤チーム、同じ赤チームを潰していくスタイル。さあ、行こう。青チームには容赦なく制裁していきたい。あ、これゴリゾエくんじゃないの？違うか。いってゴリゾエじゃねえか、やっぱり。俺のこと、こんなに。やばい。これ相当まずいですね。くっそ。今のゴリゾエのあれがなければ、あんなゴリゾエマジで許さねえ。あいつマジで、やべえわ。ちょっと許さねえ。久しぶりに切れちまって、俺が。ゴリゾエ。いくらベテラン、俺よりベテランゴリラだからって言ってな、ちょっと調子乗んなよ。さあ、というわけでね、まあ、俺だってね、なんだかんだ、もうゴリラ歴もね、そこそこね、長くはなってないけど、そこそこね、そこら辺のやつらよりは、ゴリラ歴が上がってきたから、あいつ危ねえよ、どこに緑コーラ投げてるんだよ、下手くそが。緑コーラの使い方、俺が教えてやるよ。ちょうどゴリゾエ君がいますね。ちょうど、危ない。よし、ゴリゾエ引いて。しかも今、味方に引かれたぞ、ゴリゾエ。ざまあ見ろ、ゴリゾエ。お前は味方にまで嫌われてるじゃねえか。同じ青チームのやつに引かれてやんの、ゴリゾエ。お前は信用ゼロだな。かわいそうに、ゴリゾエくん。かわいそうに。うわ、キラー来てる。キラー。よし、ゴリゾエ引け。ゴリゾエ引かれる。やばい。これ相当まずい。ゴリゾエ落ちろ。やばい、ゴリゾエ。ゴリゾエ。くそー、ゴリゾエ。6位。またゴリゾエの下か、これ。ゴリゾエの下。うわー、ゴリゾエの下だ。くそー、差が開く。うわー、お茶ナイトさん一人だけ点数がきちがい。さすが神宮お茶ナイトさん。さあ、2レース見てみましょう。あと何レースだ？あと2レースぐらいしかできないのか。11時までですからね。これはどうなんでしょう。あと2レースぐらいしかできないのかな。ゴリゾエには勝ちたい。ゴリゾエには勝ちでしょう、ちょっと。来た。俺の勝ち確コース。ピーチサーキットが来てしまったよ。ゴリゾエくん、君の墓場にしてやろう。ついでに、赤チーム、同じ赤チームだけど、お茶ナイトさんを1回ぐらいは抜かしたいぞ。さっきものすごく勝てそうだった時があったんだが、負けてしまったからな、お茶ナイトさんに。1回ぐらいお茶ナイトさんに勝ちたいよ。よっしゃ、行こう。行ってこう。これ、ハンメさん本人だよね。俺わかんないんだけど、よく。本物だよね。わかんねえんだけど。あ、俺のピーチサーキット。よし、川添偉い。お前ピーチサーキット選ぶとか分かってんじゃん。俺のために選んでくれたの？俺の得意な土俵で勝ってやるっていうそういう作戦なのか？ゴリゾエくん。よっしゃ。てかこれ赤チームのが多くね？赤チームのが一人多い気がするんだけど、これ大会全部でってことなのかな？赤田を。他にもね、稲野ちゃんとね、あとおこげさんも来てんのかな？でも部屋がね、分かれちゃったんだよね。っていうかまた失敗したんだよね。まあこれはいい手加減ですね。いや、それにしても、あ、やばい。パソコンの画面が消えた。やばい。今、完全に片手離して運転した。よし、来た。ゴリラの価値観アイテム。ゴリラのオシャレアイテム、バナナですよ。ゴリラのオシャレアイテム。赤チームのやつらには、
なるべく攻撃をしないでいきたいスタイルだけど、俺は自己中だから前に行っときたいスタイル。知らねえ。くそ、攻撃アイテムならちょっとワンチャン攻撃もありかなって思ったんだけど、今ブーメラン投げたの誰だ。赤チームのやつだったらぶっ殺すかな。アイテム取れた。オッケーオッケーオッケー。ゴリゾイ君には勝ちたいな。なんとしてもあのゴリゾイ君、ゴリゾイさんのね、皆さん動画見ました？俺のために走って見事1位を取ってくれたというね、そういう恩があるんですけど、ちょっとあのベテランゴリラ、師匠ゴリラをちょっと超える時が来たでしょ。ベテランゴリラを俺が超えていく時がついに来たでしょ。これはあのゴリラ早いな。さすがベテランゴリラ。ゴリラ界の、ゴリラ界のやばいよ。ご老公ですから、ね、やばい、痛い痛い、やばいやばい、スピード落ちた。くそー、よし、いよいよいよ。さあ、ライトニングドリフトの時代はもう終わったんで、ライトニングドリフトなんてなかった。よし、行こう、どんどん行こう。さあ、なんとかして抜いていきたい。ゴリラのテーマパーク、一面ゴリラだらけじゃないか。そういえばね、これ週1でやってるんですけど、歌尾さんの企画ゴリラカート、ゴリラカート8。前回もね、前回は歌尾さんとまた川添さんとマッチングしたんですけど、その時はねちょっと録画失敗しちゃったんですけど、今回は失敗しないといいな。さっき画面消えてたからちょっと心配なんだけど。オッケー、あ、やべ、アイテム取れたな今の。やーべやーべ。しょっぱいしょっぱい順位。あ、キラ来てるよ、キラ来てるよ、キラ来てるよ。ゴリゾイ早いんだよあいつ、何気に。なんか知らねえけど、なんか知らねえけどあいつ早いよな。よしよし、抜ける抜ける、よしよし、ざまあゴリゾイ。よし、ゴリゾイ君に勝った。ゴリゾイに勝ったらもういいでしょう。よっしゃ、レインボーゴリラゴール、やったぜゴリゾイ。ゴリゾイ雑魚、あれゴリゾイどこ。わあ、ゴリゾイ雑魚起こした。よし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 。お茶ないとさ、おかしい、お茶ないとさ、おかしい。よしよしよし、ゴリゾイくん、ゴー、ゴリゾイくん、ゴリゾイくんどうしたの？ 7 位だって。あれれあれれ、ゴリゾイ、よしよし、ゴリゾイに勝てれば一生。あ、これラストレースだ、多分。これ多分ラストだな。これ多分ラスト。今、10時55分。10時55分。これはラスト。あ、メッセージ打たかったんだけど、みんなもう決めるのが早いステージ。さ、最後に素敵な、あ、やべ、名前すら出ねえ。さあ、じゃあ、最後勝っていこう。さ、ハンメさんが選んでいく、チクタクロック。よし、行こう。さあ、なんとかして、最後、ゴリゾイさんに勝とう。動画で俺の魂背負って走ってくれた恩もあるけど、ちょっとベテランゴリラを超えよう。ベテランゴリラをちょっと今日は超えよう。じゃあ、行くぞ。ここ！お茶さん来よ、お茶ないと。おめえ、カービィとか言っときながら、実はゴリラじゃねえかよ、こんちくしょう。何がカービィだよ。実はカービィの皮かぶったゴリラじゃねえかよ、こんちくしょう。って。いつもこうだよな。いつもこうだよな。こんちくしょう、いってえ。いつもこうだよ、最初は。でも、こっから1位になっちゃう男、愛の戦士。あいつ、ヘッタクソだな。どこ走ってんだろ、あいつ。あいつ、ヘッタクソだな。やべ、パックフラワーでパックパックしてる。オッケー。まあいいや、あいつはもう俺の画面内に映ることはない。そしてここからモリモリ順位を上げていく、愛の戦士さん。ベテラン戦士、愛の戦士さん。よし、行こう。うぅ、逆走してる、逆走ゴリラ、逆走ゴリラ。今回はね、今回は、稲野ちゃんがね、ゴリラを皆殺しにしますとか言ってたけど、なんとかね、なんとか稲野ちゃんと同じところになんなかったから安心したら、あー、よしよし、これは計画通り、これは計画通り、雷回避、これは計画通りの雷回避。稲野ちゃんと同じ部屋になんないと思ったら、もっとやばいやつが来たけど、同じ赤チーム、これはありがたいけど、赤、もうチームなんて関係ねえんだよ、これチームなんて関係ねえんだよ。勝つか、やーべえ、12位、やべえ、ゴリゾイさんに、お、ゴリゾイいたな、ゴリゾイ。お、ゴリゾイずいぶん遅いっちゃ走ってんじゃん。ゴリゾイくんも集中砲火受けちゃったのかな、ゴリゾイくん、俺と一緒に。でも、あー、よしよし、ゴリゾイはこれでアイテム落としたんじゃないか。よしよし、よし、ゴリラ道でこいつらを上回れ。ここに参加してる
12人の、あーまずい。トゲゾウはいらないんだよな。あ、しかも今1位走ってるのお茶ナイトさんじゃねえ、あの赤色。俺は味方殺しをしていくスタイル。やばいやばい、12位しょっぱい。あーもうこれダメだ、動画にできない。こんな、いやダメだ、ゴリラだから勝てねえんだ。俺ロゼッタ使ってたらもう、あーもうやべえ、これ勝てねえ、やべえ、やべえ。あーもうダメだ、ゴリゾイに負けた、ゴリゾイに負けた、くっそー、ゴリゾイに負けた、くっそー、マジかー、なえる、あーなえる、なんだよあのゴリゾイの野郎、マジかよー、うわーしょっぺー、7位これどうなったんだろう、結果は待ちなのかな、みんな、あ、もう一レースできんの、あ、もう一回できんの、あ、まだあんじゃん、じゃあこれで終わりでしょう、多分。最後に勝とう、最後に勝とう、最後に勝つのが愛の選手、ミューパー、ミューパー、よし行こう。最後の最後に神様がチャンスをくれた。俺がゴリゾイに、お茶ナイトさんやべえな、あれ100点超えるって絶対。お茶ナイトさん、自重してくれよ。やべえ、あいつやっぱゴリラ、やべえわ、あいつ。なんなんだよ。絶対ゴリラの皮かぶった悪魔だろ、あんなの。カービィでもクソもねえよ、もう。さ、やべえ、ゴリラたちの、やばいな、この絵面。あの地図のゴリラ密集加減がやべえ。さあ、こっから本気出していこう。さあ、どんどんゴリラたちよりも、俺が一番だと、言わんばかりのこの、完璧な作戦。もう何を言っているか分かんなくてきた。よし、青チームを倒していく。さあ、青チームを倒していく。愛の選手選手、ゴリゾイさんにぜひとも追いつきたい。ハンメさんは、同じチームだけど、絡んでいきたい。危ない。ちょっと俺のライブ。はい、最後の最後でちょっと録画失敗しちゃったんですけど、一応戦績が、赤ゴリラの負けちゃった。稲野ちゃん、ゴリノちゃんもいたのに、お茶ナイトさんもいたのに負けちゃったのかよ。いやー、川添さんにも、いや、ゴリ、あ、下、あ、映んねえ、くそ。うわー、やべえな、これ。マジかー。まあ、そんな感じでね、我らが赤チーム、なんとこの2強がいても負けてしまったな。残念。はい、お疲れ様でした。